上本当に出したくない。3万以上本当に使いたくない。お金が大事なんで。いくぞ。え、大丈夫、540なら大丈夫、540なら大丈夫、540なら。僕最強だから。確定はなし。大丈夫大丈夫大丈夫、絶対に出る。大丈夫大丈夫、絶対に止まる。まずは1体目。お前どうせ外れだろ、さすがに。お前さすがに釘崎は外れだろ。うん、だよね。オッケーオッケー、初ゲットな、初ゲット。大丈夫。よし、とりあえずマジで五条先生だけ頼むから、五条先生だけ本当に来てくれ。マジ来てくれ。あ、スパちゃんありがとうございます。こっちゃんです。確定なし。確定はありません。確定室来てくれ。黒色出ない。黒色本当に出る？これ絶対嘘だ。かーい。ナナミン、よし。まずはよし、30連で1万円分でナナミン。いいよ、1万円分ずつで出ればいいからね。ナイス、まだある。このガチャで五条も出る。先生来い。大丈夫、ナナミンが1匹出てくれ。大丈夫、いける。お前ならいけるよ、頑張れ。闇を払って闇を払って。これすごいね、あれだね、福間水氏やった後だね、これ。え、こいつ呪術廻戦コラボ？誰やねんお前。最強だから。ちょ、これ確定室本当に出る？ギルガメッシュだ。そうだ、俺持ってなかったっけ。金を払って金を払って夜の11時に課金だ。いや、獣神祭？本当に五条悟、俺を払いに来てくれ、頼む。特級呪物の願いを聞いて、確定も見たい。うわ、やばいやばい。無心でいくわ。無心になった瞬間手あげるわ。一回オーブ40個分単発いくよ。菩薩の心ブチ切れていいか。本当にいる、こんきっちゃー。領域展開、俺だったら引ける。来い。始まっちゃったな。五条悟を引くまで終われないやつ始まっちゃった。チーバーとしてここで出さなきゃいけない。俺のモンストガチャのストーリーはもう始まってんだ。呪術廻戦コラボ。うんうんうん。ああ、マジでなんでこのゲームはこんなにイライラさせんのかな。気持ちよく星玉で終わって、気持ちよくまたなしような。大丈夫、星玉は価値があるから。だって4万円使っての星玉よ、価値があるから。そう、俺はジャンプの主人公だ。え、これ単発で引いた方が出んじゃね。単発7ミンしか出ないもん。10連7ミンしか出んもん、こんなん絶対出ないなんておかしい、おかしいんだよ絶対に。
こいつ単発の方にも来たぞ、とうとう。お前は10連の方のはず。うわ、もう俺ダメだ。ナナミンがすごい。ねえ、ナナミンがずっと10民になっちゃった。ナナミンがずっと俺のことついてくるんだけど。おかしいよ。だって3体しかいないんだよ、星。バカにしてんのか、もうな。モンストさんよ。バカにしてんの？ねえ、もうそろそろバカにしてるよね。なあ。ナナミン出して。お前に似てるキャラだろ、これが、つって。バカにしてんだろな。俺がアホみたいに課金するから出さないで、ケタケタ今見てんだろこの配信。ケタ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 、なんかあれだろ、運営のなんかよくわかんない会議室でみんなで笑ってんだろ、バカでーっつって。出ねえのにバカだなって言って今笑ってんだろ。で、あ、ちょっと、うん、部長さんこのキャラ出しませんかみたいに言って、お前今こいつ出したのなんだ、お前ケンタウルスって。どこがケンタウルスね、こんなデブなケンタウルスおらん、バカだれ。来い、止まれ。もう引っ込みつかなくなってんぞ俺。え、いや絶対に出る。 X フラッグさんはいい会社、モンスト大好き。ずっと五条悟だけにお前2、3万つぎ込んで、バカ誰がお前やった。ここで一発かましたら行きます、ストライクショット。絶対出る。ナナミンをもう4体当ててんだよ。今この瞬間を楽しめ。来い。どうしよう。本当にどうすればいいの。こんなも当たんないよ。絶対に当たる気がしないよ、こんなの。ああ、もう無理だ。完全に心が折れたわ、今。複雑骨折。心が持たん。大丈夫、あと2個ある。出ない。大丈夫です。むしろもっと課金したいから。いや、もうそんなゲームが。いや、もうすごい好きです、モンスト。もう僕の人生、もう墓場までモンスト持っていきます。頼む、頼む、ごじょ。ランダムダイス本当に面白い、最強ゲーム。ランダムダイス最高、ランダムダイス最高、マジでおもろい。ランダムダイス、ランダムダイス、ドッカンバトルも最高。ランダムダイスドッカンバトル。でもどうすればいい本当に。え、何俺これ全キャラ当てるんか今から。な、違うよね、呪術廻戦コラボ。え、待って、コラボってなんだ。みんなちょっとまずそっから考えていこうぜ。コラボってさ、え、コラボってさ、え、こ、え、コラボって知ってる？みんな。俺分かんなくなってきた、コラボの値が。え、何コラボって。俺も呪術廻戦すら嫌いになるよ、こんなもん。だって、イタドリとナナミン合わせて8体だよ。え、これで出ないと俺本当に。え、五条先生が嫌いになっちゃう。あ、やば。あの時やってればなんて思いたくない。やれる時にやるんだよ。やらなきゃいけない時にやるんだよ。やれなきゃいけない時、日和るやつは負けていく。チャンスを。分かってる、分かってる、分かってる。もうお前も好きになった。え、どういうこと？むしろどこまで出ないのこれ。運営さん、
ないと思った。本当に20万いくと思った。ありがとうございます。